浅間山古墳は千葉県印馬郡栄町龍角寺にある龍角寺古墳群に属する7世紀前半に築造されたと考えられる前方公園墳である。浅間山古墳が所属する龍角寺古墳群は古墳時代後期の6世紀第2四半期に古墳の造営が始まった。古墳群は現在までに114期の古墳の存在が確認されているが、 浅間山古墳は古墳群内最大の前方公園墳で、墳球長は78メートルとされている。浅間山古墳には、複質構造の横穴式石室があり、石室は、筑波山付近から運ばれた変岩の遺体種を用いて、築造されており、石室内からは、混同性感触、銀性感、混同性のバグや傾向などが出土した。墳球からは、 埴輪は検出されておらず、前方後円粉砕末期の古墳であることは間違いないとされるが、石室の構造や湿度品から浅間山古墳の造影を7世紀第2四半期という新しい時期を想定する研究者もあり、一般的には6世紀末から7世紀初頭と考えられている前方後円墳の終焉時期との関係で論議を呼んでいる古墳である。 龍角寺古墳群を造営した主張は、陰波国像と考えられており、浅間山古墳の造営以前は、同じ陰馬沼北東部にある、高津ヶ原古墳群を造営した主張の勢力が、龍角寺古墳群を造営した主張を上回っていたと考えられるが、6世紀末以降、勢力を強めた龍角寺古墳群を造営した主張は、周辺地域では最も大きい前方公園墳の、 浅間山古墳を造営し、その後、日本最大級の宝墳である岩屋古墳を造営し、さらには7世紀後半には、龍角寺を創建したと考えられている。浅間山古墳を含む、龍角寺古墳群は、古墳時代後期から龍角寺の創建に代表される、飛鳥時代にかけての地方主張のあり方を知ることができる重要内積と評価されている。古墳群のうち、 岩屋古墳は1941年に単独で国の史跡に指定されていたが、2009年2月12日、付けで浅間山古墳を含む周辺の古墳群が追加指定され、史跡指定名称は、龍角寺古墳群、岩屋古墳と改められた。また、浅間山古墳の出土品は2009年3月4日、千葉県の有形文化財に指定された。 龍角寺古墳群龍角寺古墳群は、陰馬沼東岸の標高約30メートルの下宇佐大地上に広がっている。その中で浅間山古墳は、墳旧東側から伸びている谷の原頭部に築造されている。龍角寺古墳群では、浅間山古墳以前に造営された前方公円墳や円墳は、丘陵内の陰馬沼に面した高台に造営されたのに対し、竜覚寺、 岩屋古墳以降の後期に造営された宝墳は、浅間山古墳と同じく丘陵東側に面した谷の源頭部に築造されており、古墳の規模のみならず築造場所から見ても、浅間山古墳の築造は、龍角寺古墳群の活気であったことがわかる。丘陵東側の谷は、古墳築造当時は、カ取リ海に注いでいた川の源流部にあたり、浅間山古墳は、バ馬沼よりも、 カトリカイを重視した立地であった。龍角寺古墳群は6世紀第2四半期に最初の古墳が造営されたと考えられており、これは南隣の高津が原古墳群が4世紀前半からの古墳の造営が見られることと比べて新しい時期に古墳の築造が開始されたことがわかる。6世紀前半には船塚古墳が造営されるなど当初は 甲津ヶ原古墳群を造営した主張が地域の主導権を握っていたものと考えられるが、6世紀後半には目立った古墳は築造されなくなり、龍角寺古墳群を築造した主張に主導権が移ったものと考えられている。また龍角寺古墳群は地域を代表する主張母ばかりではなく、その会の主張母を含めた 複数系列の主張を葬る古墳が同時に築造されていたものと考えられている。つまり、龍角寺古墳群最大の前方公園墳である浅間山古墳は周辺地域の各主張を葬った龍角寺古墳群の名主墳であり、同時期に周辺古墳群で造営された古墳の中でも最大である事実からインバル沼周辺を代表する主張を葬った古墳と見られている。 なお、龍角寺古墳群では、浅間山古墳の築造後は、岩屋古墳、味噌岩屋古墳といった豊墳の築造が行われた。これは、大理塚古墳群など、古墳時代後期から、終末期古墳の時代にかけての千葉県内の古墳群、さらには、埼玉古墳群など、関東地方の有力古墳群でも確認できる現象である。浅間山古墳は、かねてから龍角寺古墳群最大の、 前方公園墳として知られていた。龍角寺古墳群について研究され始めた当時、浅間山古墳は古墳群の中で最初に造営された古墳と考えられていた。浅間山古墳について最初に本格的な調査が行われたのは1979年から1981年にかけて千葉県教育庁文化課によって 流角寺古墳群の墳丘の測量調査が行われた際のことであった。この時の調査では原村の墳丘長が66メートルあるインバルマ北岸では最大級の前方公園墳であることが判明した。千葉県市編さんの資料収集の一環として千葉県資料研究財団は1994年から当面の発掘調査や史跡整備の対象になっていない。 千葉県内の古墳の中で、墳球長60メートルを超える古墳が築造された地域や時代を代表するような古墳を5箇所選定し、測量調査を行うことになった。浅間山古墳は、暴走風土器の丘の敷地外となったために整備されることもなく、荒れ果てていたが、調査対象古墳の一つに選定され、初年度である1994年11月から12月にかけて、 測量調査と1995年1月には内部レーダー調査が行われた。その後、やはり千葉県市編さんの資料収集の一環として、千葉県資料研究財団は古代史関連では3カ所の重要遺跡の発掘を計画した。その中でまず龍角寺古墳群にある全国最大級の豊墳である岩屋古墳の発掘が検討されたが、岩屋古墳は、 発掘が困難であったため、同じ龍角寺古墳群に属する浅間山古墳を発掘することとなった。浅間山古墳の発掘は、まず1996年7月下旬から9月上旬にかけて、墳球や集合部分の調査を行い、その中で埋葬施設の確認がなされた。その後1996年9月下旬から翌1997年2月後半にかけて、 埋葬施設の調査が行われた。発掘調査の結果、浅間山古墳は7世紀前半、龍角寺古墳群の中でも最後の頃に造営された前方公園墳であることが確定した。浅間山古墳の公園部、墳町には浅間社が祀られている。1994年の調査により、66メートルとされていた墳丘町は、 元来は78メートルあったものと推定された。終末期の前方公園墳らしく公園部よりも前方部が発達しているが、前方部の長さがやや寸詰まりの墳景が特徴的である。またレーダー調査とトレンチ調査の結果、墳球裾をめぐる幅7から8メートル、深さ約1.3メートルの周合があったことが判明した。ただし、墳丘北西部には台地があって、 その部分には、就校がなかった可能性が高いとされるが、噴球の裾は平坦にしていたものと考えられている。噴球は三段畜生で、一段目と二段目は低く、三段目が高かったと考えられている。築造当時の噴球の高さは、前方部が約7メートル、後円部が約6.7メートルで、前方部と後円部の高さは、ほぼ等しかったと見られている。なお、 浅間山古墳の墳丘は築造当初からかなり大きな改変を受けている。公園部北側には八坂神社があって墳丘の一部が削られ、公園部西側から前方部にかけては二十歳として大きく削られている。前方部全面、そして前方部と公園部東側も削られている。そして公園部墳町には浅間社があり、元々の墳丘よりも 1> 約1.4メートルどもりがされているため、現況では前方部よりも後円部の方が高くなっている。浅間山古墳には後円部南側を入り口にした複質構造の横穴式石室がある。全長は6.68メートル、幅は最大2.34メートル、高さ最大2.01メートルである。石室は筑波山周辺で産出される片顔で作られており、 仕切りとなる石によって、沿道、前室、後室の三区画に分けられる。沿岩は、大型の石材も用いられており、カトリ海の水運を用いて、筑波山周辺から持ち込まれたと考えられている。前室の入り口部分は小さな石を敷き詰めていたが、入り口部分以外の前室と後室には、沿岩の遺体石が敷かれていた。また石室内の沿道、そして前室と後室は、壁面に、 白土が塗られていた。石室の壁面に白土が塗布されていたため、壁画の有無についても調査されたが、壁画は確認されなかった。石室の前提部は、石材の破片や粘土を含む土と、ローム土を交互に突き固める半築工法によって整地がなされており、横穴式石室の築造と並行して作られたものと考えられる。そして、前提部両脇は、 黒色と黄色の粘土質の土を交互に、突き固めるやはり反築工法が用いられており、これは石質量脇でも行われている可能性がある。また前底部には柱穴が3つ確認されており、発掘結果から前底部の整地が終わった後に柱穴が掘り込まれたことが分かった。これは前底部で古墳の被装者の早々儀礼が行われた。 際に使用された柱の跡との見方がなされている。また、石室前底部の西側に、長さ6メートル、幅5メートル、深さは3メートルを超える大きな土壕が検出された。発掘内容から、石室の築造前に掘られたものと考えられ、古墳の地鎮祭のようなものを行った跡との見方と、石室築造前の整地作業の一環との説があるが、土壕内から、 全く遺物が検出されなかった点から、整地作業の一環であった可能性が高いとされる。浅間山古墳は、特徴的な埋葬施設、そして出土品の内容と、得意な遺物の検出状況が大きな論議を呼んでいる。浅間山古墳の横穴式石室の公室には、石室を構築していたのと同じ、筑波山周辺山の片岩を組み合わせて作られた、石棺がある。 石棺内部も石室で確認されたのと同じく白度の塗布が確認された。しかし石棺内はほとんど空洞で、副葬品や遺骨は全く検出されなかった。口述のように石棺が安置されていた皇室は洞窟の影響をあまり受けなかったと考えられており、石棺は洞窟の結果空になったわけではなく、何らかの理由で空のままであったと考えられている。 出土品と漆膜の検出状況から全室部には漆塗りの木管が安置されていた可能性が高いと考えられている。浅間山古墳の漆塗り棺に用いられている漆の質はあまり良くなく生成を十分行っていない漆を木管に直接塗ったものと考えられる。しかし6世紀末から7世紀にかけて漆塗り棺が用いられた例は 複数見られるものの、その多くは、高松塚古墳など、機内の有力者を葬ったと考えられる古墳で、関東地方で漆塗り棺が使用された例は、現在のところ浅間山古墳以外では、埼玉県行田市にある、八幡山古墳のみであり、貴重な例であると言える。浅間山古墳の出土品検出状況はかなり特徴的である。まず沿道の天井石紙から、 鉄製の小座根、太刀の破片、鉄製のバグの破片などがまとまって出土した。これは、沿道部の天井石紙にあった杉の木の根の部分から出土したものである。天井を石紙からまとまって出土したことから、埋葬時に置かれた可能性も残るが、破片が出土していることから、前底部にあった遺物が杉根の身長によって沿道部の天井石紙まで移動したとの見方が有力である。 浅間山古墳での出土品の検出状況で最も特徴的なのは沿道前の前庭部から大量の遺物が検出されたことである。前庭部の遺物は大きく分けて前庭部に堆積した土砂の上部と下部の2層に分かれて出土している。前庭部に堆積した土砂の上部からは鉄製バグの破片、大灯破片などが検出され、これは 平安時代に行われたと考えられる洞窟寺に、石室内から持ち出された遺物の破片であると考えられている。前庭部に続く沿道に堆積した土砂の上部からは、洞窟寺に用いられたと見られる平安時代中期の灯明皿が出土している。灯明皿が検出された付近からは特に大量の遺物の破片が見つかっており、 洞窟者が遺物の選別を行った可能性が指摘されている。前庭部に堆積した土砂の下部からも大量の遺物が出土した。検出された副葬品の多くは鉄製鉱ザであるが、その他にも混同性バグ、銀製の飾り金具、耳は鉄製バグ、鉄属など浅間山古墳で発掘された主要な出土品のうち、寒類以外はほぼすべて前庭部から出土している。 この前帝部下層の出土品は、出土状況から見て、平安時代の洞窟者によって持ち出されたものとは、考えにくく、埋葬時からあまり時間を置かない時期に、石室内から持ち出されたものと考えられるが、もともと初葬時から前帝部に埋葬された可能性を指摘する研究者も、いる。また前帝部からは、7世紀中頃から後半にかけて、東海地方で作られた。 すえが見つかっている。すえについては、他の異物と異なり、埋葬当初から発掘された場所に置かれていたものと考えられている。なお、沿道に堆積した土砂の下部からは、わずかな異物しか検出されなかった。前室からは主に床石と、その直上部から異物が発掘されている。混同性バグ、鉄性バグ、混同性の透かし彫り金具、鉄性小金などの他に、釘と、 漆膜が検出されており、前室には漆塗りの木管が安置されていたと考えられている。前室内の遺物の中で奥に近い場所から検出された混同性バグなどは埋葬当初の場所から動かされていない可能性が高いが、その他の遺物は埋葬当初に安置された場所から動かされていると考えられている。これは価値が高い混同製品が多く残されている。 ことなどから洞窟者が動かしたものとは考えにくく、やはり埋葬の地ほどなく移動されたものと考えられている。また全室に堆積した土砂の下層には、石材類の破片などが含まれていて、人為的に埋められた可能性が高い。なお人為的な石室内の埋め立ては、皇室でも確認できる。皇室も発掘当時土砂が堆積していた。 皇室は洞窟者の架空の跡が確認されず、洞窟の影響をあまり受けなかったものと考えられる。屋室内に堆積した土砂の多くは、石棺埋葬後に皇室内に運び込まれた土砂であると考えられている。遺物は堆積した土砂の上層と下層の二層に集中していた。上層からは立ち、混同性の刀装具などが検出された。堆積した土砂の下層からは、 金層の飾り弓、耳輪などの他に、金銅製肝色と銀製の冠が出土した。浅間山古墳では、平安時代の洞窟以降、石室内に人が立ち入った形跡はない。平安時代の洞窟では、皇室は、比較的影響を受けず、肝類など多くの貴重な遺物が発掘されたが、埋葬当初に安置された場所から副葬品が大きく、移動された形跡がある。 また石室内を土砂で埋めるという行為がなされたと考えられ、さらには洞窟時の格乱のため発掘された副葬品の評価を困難にしている。なお、噴球からは埴輪、付石は検出されず埴輪がないことからも浅間山古墳は前方公園墳最終期の古墳であると考えられている。浅間山古墳から発掘された副葬品は 混同性冠色と銀製の冠、塗り、混同性と銀製の透かし彫り金具などの装飾品、たち、金層の飾り弓、鉄属などの武器類、鉄製の蛍光などの部分、混同性と鉄製のバグ、その他トースや斧、酢器などである。出土品の内容的には古墳時代における一般的な副装品の構成であるが、個々に見ていくと混同性冠色、銀製の冠、り、 混同性バグなどは7世紀前半の作と考えられ、混藤性と銀星の透かし彫り金具は仏教美術の影響も見られ、やはり7世紀前半のものとされる。また鉄属も同じく7世紀前半代のものと見られており、7世紀初頭のものと考えられる、出土品は立ち、傾向など数少ない。最も新しい出土品は前提部から検出された末期であり、 7世紀半ばから後半にかけてものとされる。浅間山古墳から出土した近藤性肝色と銀製の冠は山東県内市は機内の有力豪族と浅間山古墳の被装者との関わり合いを示すものとも考えられ、また近藤性バグは関東地方から東北方面に向かう道筋にあたる暴走や日立方面で多く発掘されており、カ取海に近く、 東北方面への交通の要衝に位置する浅間山古墳の被装者が山東県内で重要視されていたことを示すと考えられている。浅間山古墳は横穴式石室の形態、そして出土品の内容から判断される古墳築造の時期をめぐって論争がある。まず、浅間山古墳の横穴式石室は筑波山周辺で産出される片岩を組み合わせて作られたものであり、 石室の形態的に7世紀初頭のものであるとの説と、もう少し遅い7世紀、第2四半期頃のものとの説がある。石室の形態以上に問題が大きいのが、出土品である。まず出土品の多くが7世紀前半のもので、全国的に前方後円墳が消滅したとされる7世紀の初頭、以前に遡ると考えられる。出土品は少ない。前述のように、 浅間山古墳の石室は、平安時代に洞窟を受けているが、出土内容から見て、洞窟の被害を受けなかった可能性が高く、埋葬当初の場所で発掘されたと考えられる。近藤製のバグは、7世紀、第2四半期頃のものとされる。前方後円墳は、全国的に6世紀末から7世紀初頭にかけて、消滅したと考えられているが、7世紀、 第2四半期に造営された可能性がある浅間山古墳は前方後円墳消滅の時期をめぐる論議に少なからぬ問題を投げかけている。浅間山古墳の造営が7世紀初頭であるとする考え方では、出土品の項での説明でも触れたように、石室内の副装品が洞窟以外の理由で大きく動かされている形跡があるため、古墳の造営も 初回の埋葬も7世紀初頭に行われたものの、何らかの理由で諸葬時の副葬品の多くが運び出されてしまったため、現在確認される副葬品が古墳築造よりも後世のものになったとの仮説や、古墳築造も何らかの理由で埋葬が遅れてしまい、古墳の築造と埋葬の時期にズレが生じたのではないかとの仮説が出されている。寺境内古墳の造営後、 龍角寺古墳群では、日本最大級の宝墳である岩屋古墳が、造営された。そして、古墳北方に7世紀半ばから後半にかけて、龍角寺が造営される。浅間山古墳と岩屋古墳を造営した陰馬沼周辺を支配していた、主張、陰ハ国造が龍角寺を造営したものと、考えられている。龍角寺古墳群を築造した主張は、6世紀末以降、 それまで地域で主導的な役割を果たしていたものと考えられる。高津ヶ原古墳群を造営した主張に代わって、浅間山古墳や岩屋古墳という地域を代表する大型古墳を造営するようになった。龍角寺古墳群を築造したと考えられる。陰波国像は下宇佐から日立、そして東北方面へと向かう交通の要衝であった。 カトリ海の水運の拠点を抑えることによって勢力を強めたものと考えられている。浅間山古墳以降の龍角寺古墳群の古墳がインバ馬沼方面よりも北東方向のカトリ海を意識した立地であることはそうした事実の現れと解釈されている。また龍角寺が造営されたのとほぼ同時期にカトリ神宮と鹿島神宮の社殿が造営されたとの見方もあり、これも やはりカトリ海を通して日立、そして東北方面へ向かうルートを大和王権が重要視していたことの表れと見られている。龍角寺古墳群を作った陰波国像と考えられる主張は大和王権が重要視する交通路を抑えることにより王権との結びつきを強め、浅間山古墳に示されるようにその力を強めたとされる。また、 流角寺古墳群の近くには、ハブ群が後とされる、大破大石群がある。これは6世紀の古墳時代後期以降、流角寺古墳群を作った主張は、7世紀後半の流角寺建流、そして律令制が成立した後も、軍事となってその勢力を保ったことを示唆しており、流角寺古墳群の活気である、浅間山古墳の持つ意味は、大きいと言える。 岩屋古墳浅間山古墳は、石室内に安置されていた石棺の中は、洞窟にあっていないと考えられるのにもかかわらず、石棺内は空であり、また、遺物の検出状況から、埋葬後ほどなく、副葬品が動かされた上、石室内を土砂で埋めたと考えられているなど、特異な埋葬状況が明らかになっている。そして、 平安時代には洞窟も行われており、発掘結果の評価が難しい面があるが、古墳の規模や立地、発掘結果や出土品などから、浅間山古墳の特徴が浮かび上がってくる。浅間山古墳は、房総半島では、木更津市の祇園、長須賀古墳群に属する金領塚古墳、富津市の大理塚古墳群に属する三上塚古墳、大帝、 株ぶらき古墳群に属する三部市にある大帝権現塚古墳と並んで前方後円墳最末期の地域での最有力古墳と考えられている。その中でも浅間山古墳の築造時期は全国的に前方後円墳が消滅したと考えられている6世紀末から7世紀初頭との説もあるが、それよりも新しい7世紀第二四半期頃のものとの説もある。つまり、 全国的に見ても、浅間山古墳は、前方後円墳の中でも最も新しい古墳の一つと考えられており、前方後円墳の消滅時期をめぐる論議に少なからぬ影響を与えている。陰馬沼周辺では、最大の前方後円墳である、浅間山古墳は、立地的にもこれまでの陰馬沼に面した場所から、東北方向のカ取リ海方面を意識した場所に、築造されるというように、 浅間山古墳の築造は、龍角寺古墳群の活気であると考えられている。浅間山古墳の築造以前は、南隣の高津ヶ原古墳群を造営していた、主張が地域を代表する主張であったが、浅間山古墳築造以後は、龍角寺古墳群を造営した主張に主導権が移ったとされる。龍角寺古墳群を造営した主張は、陰ハ国造と考えられており、 最近の研究では大西部寺家市ではないかとされる。浅間山古墳の造営後、龍角寺古墳群では、全国最大規模の宝墳である岩屋古墳が造営され、7世紀後半には龍角寺が創建され、そして律令成果の群が後とも古墳群の近くに見つかっており、大西部寺家市は古墳時代後期から律令制の時代に至るまで、その勢力を保ち続けたと考えられる。 浅間山古墳そのものについても、まず漆塗りの木管が使用されたと見られることは、大和王県から伝えられた最新の技術を古墳築造に用いていたことを示すと考えられている。また、石室前底部に半築工法を用いたり、石室や石棺に白土を塗っていたりする点は、関東地方では前方後円墳以降の終末期の古墳で見られるもので、 浅間山古墳は前方後円墳から終末期古墳である宝墳や円墳、上円化宝墳へと築造される古墳が変わっていく変革期に造営された古墳であることを示している。出土した混同性感触と銀製の冠、そして混同性のバグは山東県内市は機内の有力豪族との関わり合いを示すと考えられ、カトリに面し、関東地方から 東北方面へと向かう交通の要所を抑えた浅間山古墳の被装者が山東県内で重要視されその力を強めていったと考えられる。浅間山古墳の被装者は山東県の大王家と直結する身部分の責任者であったと考える研究者もいる。その一方で浅間山古墳の石室と石管に使用された片岩は筑波山周辺からもたらされている。これは 金霊塚古墳の石棺が埼玉県の長泥渓谷付近から運ばれた石材を用い、一方、埼玉古墳群の将軍山古墳では、石室に千葉県富津市の海岸から運ばれた石を用いているのと同様の現象であり、浅間山古墳の被葬者も関東地方の他地域の主張との連携を深めていたことがわかる。 浅間山古墳は最も新しい時期に築造された前方後円墳の一つであり、古墳そのものと発掘された出土品は当時の主張のあり方を知る貴重な資料となっている。また浅間山古墳が所属する龍角寺古墳群は古墳時代後期から7世紀の人混流、そして律令制における軍事の時代に至るまでの関東地方の一主張について知ることができる貴重な 遺跡と評価され、以前より史跡とされていた岩屋古墳に追加する形で、流角寺古墳群、岩屋古墳として2009年2月12日に、国の史跡に指定され、出土品は2009年3月4日、千葉県の有形文化財に指定された。ありがとうございます。